画リ公園は、長野県須坂市画寮にある、総合公園。日本桜名所百選、日本の名0百選、長野の自然百選に選定されている。県下有数の都市公園で、動物園もある。手前、龍が池と弁天島左奥から、黒姫山、妙高山、マダラオ山画リ公園の桜龍が。 池の周りにはソメイヨシノを中心に150本、公園全体で約800本の桜が楽しめ、龍が池の水面に映る桜や夜桜も知られている。他にもあやめ富士津辻アジサイが先競い、龍が池周辺の茶店は、風情ある面影を残しており、黒いおでん、団子は、名物となっている。また、近くの広告寺には、画料灰がある。 娘の親である長者に、結婚を阻まれた若者は、竜となり暴れるが、その姿を見た娘が悲しんだため、竜は静かに伏した。それが画梁山だという昔話がある。画梁山には、古墳、須田城跡、須坂藩もだった、堀家の霊廟があり、画梁山をめぐるウォーキングコースも整備されている。1931年に築造された公園の、 設計者は、明治神宮や日比谷公園などを設計した日本、最初の林学博士の本場清六で、1926年に設計。昭和6年築造。意味軸も、この築造は、昭和初頭の世界教皇で、静止の町須坂の静止工場で働いていた多くの、人々の失業者対策として行われるなど、歴史の愛化を刻んだ。 市営の博物館、動物園、水族館などの施設を備えており、春の花、夏の風、秋の紅葉、冬の雪景色と一年を通じて行える公園として使われている。須坂駅から徒歩20分。駅からバスを利用する場合は、瀬に線、ヨナゴ線の全便、下両公園入り口で下車。南北線の全便、下両公園で下車。 須坂駅より所要時間約10分。運賃は大人200円、子供は半額となる。日曜、祝日の運行は瀬0 0のみとなる。桜祭り2019須坂市観光協会、歴史と自然の香る町新州須坂。ありがとうございます。